山桜散りて後なき花ぞ勇まし行きましょう。これよりが新選組の誠の道。せい抑えます。落下上あれど薄い稲なし。これ式では行きます。承知しました。えい失礼。合わせます。私怒らせないでくれ。承知しました。ええ、行きます。はっ。失礼。私。怒らせないでくれ。どうしたものかな。私に良い考えがあります。それどうしたものかな。私の番ですね。行きます。承知しました。そうだ、悔いはない。悔いなんか最初からなかったんだ。せい抑えます。すまない、ここまでだ。行きます。承知しました。ええ、はっ合わせます。失礼。私怒らせないでくれ。これ式では皆の未来を開くために。行きます。承知しました。ああそうだ、悔いはない。悔いなんか最初からなかったんだ。私怒らせないでくれ。もうやめましょう。これ以上の争いは無益です。そうだ、悔いはない。悔いなんか最初からなかったんだ。せい抑えます。私怒
らせないでくれ。承知しました。ええ、行きます。失礼。失礼。落下上あれど、薄い異なし。私の番ですね。承知しました。行きます。ああ、そうだ。悔いはない。悔いなんか最初からなかったんだ。薄い異なし。私に良い考えがあります。ああ、行こうか。私に良い考えがあります。ええ、行きます。承知しました。えい！合わせます！抑えます！私、怒らせないでくれ！これ式では、皆の未来を開くために。承知しました。行きます。山桜散りて後なき、花ぞ勇まし。行きましょう。これよりが新選組の誠の道。抑えます。死なない。ここまでだ。承知しました。行きます。承知しました。えい！失礼。うまくいったようだね。やれやれ、肩の荷が下りたよ。新選組総長山並圭介、召喚に応じ推参いたしました。記載の見ながら全身全霊をもってマスターにお仕えいたしましょう。何卒よろしくお願いいたします。私のためにすまないね。この格好かい？少し驚かせてしまったかな。何、現役の頃は裏の仕事も多くてね。気
録には残っていないが、この姿の時はそれはいろいろとやったものさ。ああ、いろいろとね。私の刀かい？赤心お機密と言ってね、とある任務で折れてしまってね。元通りのこの刀をまた震えるとは思っていなかったよ。サーヴァントというのは不思議な巡り合わせだね。そうか、私がまたこの羽織を。いや、何でもないよ。少し昔を思い出していただけさ。あの時代を共にかけた仲間たちのことをね。ああ、手の調子もいいみたいだ。何が正しく、何が間違いであったか、そうではないのです。そこに正しさも間違いもない。ただ己の誠を、己の道をまっすぐに進めばよい。そう思えるのもあなたのおかげです、マスター。どうかその道を進んでください。私もお助けいたします。